まずはオールスターゲーム出場決定おめでとうございます。ありがとうございます。選ばれた感想から教えてください。そうですね、まあ、本当オールスターはテレビで見るものだと思って、まあ、勝ちなので嬉しいです。出場されたらどんなプレーを見せたいですか。そうですね、まあまあ、ピッチャーはなんかストレートを投げがちですけど、全然僕変化球とか投げて普通に、はい、いつも通りの、はい、ピッチングをしたいと思います。剛腕の投手もたくさん出場されますが、その中で加藤投手は僕のここを見てほしい、そういうそのポイントで言いますと、いかがでしょう。どうですかね、まあはい、まあ、テンポよく、はい、投げようかなと思っているので、はい、テンポで頑張りたいと思います。改めてオールスターゲームとは加藤投手の中でどんなイメージの舞台だったでしょうか。本当その球団のスター選手が出ると思ってたので、僕は本当にテレビで楽しむものになってます、まあ、まさかなんですけど、まあ、しっかりと、見てる人を楽しめれるように、はい、頑張りたいと思います。そのオールスターゲームもそうですし、月間 MVP さらに開幕投手と今シーズンの初めてという経験をたくさんされてますね。そうですね、はい、本当にいい経験をしていると思います。さまざまな選手がオールスターゲームに出場予定ですけれども、加藤投手として楽しみにされていることは何かありますか。基本僕人見知りなので、はい、同じチームの人と一緒に見てると思います。静かにしてます。静かにされてますか。はい、もし上沢投手が誰かに話しかけに行った場合、加藤投手はどうされますか。僕は本当隅っこの方で、はい、しっかり応援してます。そうですか。特段誰かに話を聞きたいなんですか。特にないです。はい、そうですか。対戦してみたいバッターなどもいらっしゃいませんか。基本的に対戦したくないので、どういうバッターですかね。失礼いたしました。